大谷翔平、リハビリ中、MLB を本気で独占してしまう。ドジャースの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、本拠地で行われたブレーブス戦で今季初の1試合4安打をマークした。マルチ本塁打でメジャートップに並ぶ10号となったが、実に打撃9部門で1位に立った。大谷は2番、指名打者で出場、初回無失塁から先制の9号ツーランを放ち、第2打席に左前打、第3打席に中前打、さらに8回無失の第4打席では、今季自己最長となる飛距離464フィート、約 141.4 メートルの特大弾を放った。チームの4連勝に貢献し、貯金は今季最多の10となった。大谷はこれで35試合を消化、安打52、二塁打14、長打25、塁打98、長打率685、OPS 1.111、本塁打10、打率364、そして打者の長打力を表す指標で、長打率から単打を除外する形で計算される ISO 320にでトップに立っている。衝撃の一発にはロバーツ監督も驚くばかりだ。左打者がセンターのあの深いところまで飛ばしたことを見たことあるかと聞かれ、いや、ない、彼は我々が学んだことがないことをやり続けている。左打者だろうが右打者だろうが、ライターだろうがデーゲームだろうが、人はあんな深いところまで打球を飛ばさない。しかも今日の風はレフトからライトに吹いて、左中間方向の打球を押し返していたのに、それでもあそこに叩き込んだ。彼の打席でのクオリティを見ただろう。彼はフィールドの全てを使ってプレーしているし、選球眼もいい。だからこれからも深いところに飛ばしていくだろうと感嘆していた。だ、リーグ優勝を争うライバルであるブレーブスに3連勝、チームも自身も絶好調と言えるが、大谷は今日良かったからといって明日良いかわからない。また明日は明日でいつも通りの調整をしたい、時を引き締めた。天文学的な数字というのはこういうことを言うんだろうな。リハビリ中、この表現が本当に大事。マジで毎回忘れてる。メッツとの2大巨頭があまりに強すぎるんだよな。ピッチャーからするとどこに投げてもフルスイングでたまったもんじゃないだろうな。今年は投げる方の負担がないのと、ベッツとフリーマン効果でまともに勝負してくれるので、内谷さん覚醒っぽいですね。いつもより早くシーズンや新環境に適応してるし、二刀流の疲労での失速や怪我のリスク、チームの成績低迷の影響も少なくなりそう。レギュラーシーズンも楽しみだし、ポストシーズンでさらに10月も楽しめるかも。三冠王は射程内、ボンズ5本塁打に盗塁40も達成できる。二刀流でない今季だからこその大チャンス。くだらん雑音を黙らす誰も達成できてないとてつもない大記録を期待する。な、リーグ東地区シーのブレーブス相手に調子上向きの打撃でしたからな。リーグ東地区最下位のマーリンズだから任すかってそう。本日2本目のバックスクリーン左弾はエグかったな。ゴールデンウィーク最終日に本当ありがとう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。